白鷺さん。はい。エンゲルいただきましたよ。いかがでしたか？美味しかったです。ラズベリーの香りが良かったので、それをおすすめしてはどうでしょう。やっぱりラズベリーですかね。え、これストロベリーですよね。ん、この酸味はラズベリーでしょう。違います、ストロベリーの香りですよ。ご感想、お客さん同士で揉めるなよ。白鷺さん。はい。正解はどちらですか？そうですね、どちらも正解ですわ。ラズベリー、ストロベリー、レモンのフレーバーティーです。姫のエンゲルは暖かな日差しを思わせるような甘くて優しい紅茶ですわ。そういうことでしたか。納得しました。姫、紅茶をクイズにして遊ぶのもほどほどになさいね。いらっしゃい、紅茶の表現を教えてあげるわ。これでわかったでしょ。接客業なんだからお客様に甘えちゃダメ。すぐ覚え直しなさい。あんたが覚えなきゃいけないことはまだ他にもあるんだから、仕事はきちんと、うん、ありがとね、助けてくれて。私の紅茶まで覚えててくれたんでしょ。そんなのただ姉の役目ってだけじゃない。前もそう言って助けてくれたじゃん。私がオーダーわからなくなった時、矢野が聞いててくれてさ。なんか矢野と姉妹になってからずっとそんなだよね。なんだかんだ私のこと見てて、失敗しないように助けてくれる。私との姉妹ペアを大事にしてくれてるんなら、それは嬉しいかな。矢野ってさ、結構私のこと好きでしょ。何言って勘違いしないで。あんたが妹だから助けてるだけだって言ってるでしょ。助けられてるって思うならさっさと仕事を覚えなさいよ。なんだよ、